あと思うよ、俺、ほんとに。最近かっこいい。かっこいい。うわ、このいじり方いかんわ。最高面白い。このいじり方いかん。最近なんかダンディーがほんと、ハマってきたかな。ハマってきた。うわ、心にないことをこう言われて、ちょっと動揺しておるタモコシです。はい。じゃあ、点数の方はですね、これ。毎回つけていただいててですね、前回実はね、3点とかいただいちゃってるんですけど、あ、私そうなんですか。じゃあまず大丈夫、どうなんですかって。ケンジ、ケンジが採点してんやろかじゃあまず大丈夫、まずね、まず大丈夫、うん、3点だったら今日は3点超えしてえな。今日100円だよ。単位が変わりました。今日100円。100円ですか。なんか単位が変わりました。スペシャルの時にあの袋の中に入ってる金額じゃないですか、それ。100円、今日はあの特別賞いただいた感じで大変嬉しい。今日特別賞で100円。いや、すごい。これもまたね、これあのサイドバンド。本当にあげるよ、100円。リアル。はい、わー。わー。なんというか、タマちゃん方がやる気が出てまいりました。で、リアル。営利目的で、タマちゃん方がこれからやっていきたいと思います。やっぱお金じゃないけどね。うん、そうそうそう。そう、まあ、冒頭でね。こう伝えたくてね。そう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 。うん、そうですよ、もう本当お金しか信じれない。いや、そんな感じです、私もうこれから。はい、じゃあ次、はい、メールを、はい、そしたらもうちょっと時間なくなってまいりました。ちょっとパパッと、うん、パパッとちょっと2通ぐらいメールを読んで、うん、おしたらいこうか。そうやね、はい、はいはいはい、サポートありがとうございます。サポートしないとさ、オンエア中にサポート、オンエア中にサポート2時間ぐらいやっちゃいそうやからね、うん、はい、じゃあね、ラジオネームマイシーさんからノリノリじゃん。いえ、これメールでこれ「おーおーか」って書いてあるしね。たまだ、はいはいはい、シェリー B ラボの皆さん、そしてたまちゃん、こんにちは。僕は大学2年になろうとしているマイシーというものです。この前たまちゃんウォーカーで「パソコンのバックアップはした方がいい」と強く念をしていましたよね。俺も聞いていて、ケンジさんとリーダーと同じようにバックアップなんて取ってませんでした、うん、というか大丈夫だろうって心の中で思ってて甘く見ていました。そしてそのラジオを聞いた次の日、ゼミの課題でパワーポイントを使ってプレゼンを作ろうとしたんです。それで USB メモリを挿してファイルを開こうとしたら、全てのデータが消えていました。何度も何度も試しましたがダメだったんです、うん、せっかく途中までできていたデータが全て消えて、また一からのやり直しになってしまいました。うん、友達に言ったら、まさにタマちゃんウォーカーのネタじゃんって笑われました、うん、まさにまさにタマちゃんやろ、ここ私やりませんから、ガスタあなた、すいません、キャラ間違えた、キャラ間違えた、今日いないですから、キャラ違えた、ちょガスにマサダメ、だってマサヒロですから、私あ、そうか、それやってくれるあ、それは、はい、ということでですね、じゃガスにマサヒロでいいじゃん。そういうネタ作るのやめようよ。それでいこう。だっていいのができた、あのネタだってさ、はい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 、はい、凍るからさ、バカ、うん、はいはい、友達に行ったら友達に行ったらマサに、うん、ま、なんだっけ友達行ったら何何、まさにガスにいや、なんだっけ、いや、なんだっけ、え、なんだっけ、ま、友達、まさひろだっけ、うん、そう、ガスにまさひろ、あー、もう、はい、ネタに行くまでがグダグダ、はい、すいません、あの、期待直してはい、ここから友達に行ったらまだやりやほらまだやりやすの、まいし、まだやりてんだから、まいしのために、ちょっとレアしたいんだから、はい、ここから友達に行ったら、ガスにマサヒロ、大丈夫、友達に言ったら、え、まさにタマちゃんこれどういう、そのまま読んで、あ、いいのいいの友達に言ったら、まさにタマちゃんウォーカーのネタじゃんって笑われました。だからタマちゃんの言うためにバックアップ取っておくべきでしたよ。今回のことで本当に身に染みました。なのでラジオを聞いてる皆さん、タマちゃんの言うことは本当に聞いた方がいいですよ。うん、うん、いや、でも本当バックアップは大事ですね、うん、そうそう、別に俺の言うことじゃなくてもね、いや、いまだにショックと、そう、かなりショックで立ち直れませんでしたもん、今もまだショックで、あのパソコン壊れたとかあったらさ、まあそれもすごい痛いけど、また買えばいいっていうか、お金で済むじゃん。でもデータなくなっちゃったら、それ思い出もあるし、そうだね、仕事の書類もあるし、それってもうお金じゃもう戻せないから、そうだね、プライス大事ですね、思い出も消えちゃう、そうです、うん、大事です、気をつけましょう、気をつけましょう、はい、バックアップ取りましょう、はい、メール最後、はい、ラジオね、ラジオネームじゃねえや、ネーム真帆さんから、うん、こんにちは、こんにちは、フレンドシップシャープ4買いました、めっちゃよくて、買ってきてからずっと聞き続けてます。気になったんですけど、I love ロメのロメってどんな意味なんですか。辞書引いたんですけど出てこなくていい子だ、いい子だ、教えてください、お願いします、これからもみんなで青春音楽街道を突っ張り続けてくださいね、ってことです。なるほどね。いい子や。うん、いい子や。辞書引いてるみたいな。ロメというのは。
どうよ。玉が説明。いや、あれ無理だもん。ラメのバタ説明するの。いや、だから、ロメっていうのは、あのバイク屋さんの名前で、僕的にはロメっていうのは、ね、なんか女性の名前、うん、みたいな感じ。あ、で捉えてるってこと。ノリ的には。なるほどなるほど。まあ、何でもよかったんだよね、キャサリンでも。アイラブキャサリンさ。アイラブキャサリンはちょっとあまりにもあまりにも。お店が見えるなんか。見えるよね。あとシャリバンでも撮ってそう。シャリバンはあの分かんない人いると思うけど、昔のね、実写のこうなんだろう、宇宙デカみたいな、そんな感じの。シャリバンってあったんだよ。宇宙刑事ギャバンの後に出た宇宙刑事、確かシャリバン。もうちょっとですよね。たまさんは好きだよ。ダスニーだね。これあるからマジで。これはねちゃんとね、自身じゃなくてあの Google とかでこうシャリバンやってもらったら出てくるから。シャリバン、シャリバン、まあ別に出てきたからって何の、ね、メリットもないっていう。なるほど。まあということで、あのロメはね、最近もう検事も入り浸ってる。そうです、うん、バイク屋さんのお名前でございます、うん、でございますっていうことでした、うん、はい。じゃあ最後におしとら、おしとら、はい、はい、サポートしないとてかね、おしとらの紙がねないですよ。こっち、こっちですか。すいません、あのグダグダです。はい、大丈夫です。毎回のことなんですけど、ね、大丈夫です。ないですよって司会者は言っちゃダメ。はい、頑張って探す。はいはい、すいません。そしたら行きます。ね、なゆみ、うん、シリビラモの皆さん、こんにちは。先日、青森のライブに行きました。はい、ありがとうございます。初めてのライブだったのですが、本当に本当に感動しました。うん、ありがとうの言葉では伝えきれないほど、本当に本当に本当に心。ああ、今、ごまわきをかね、迷った、迷ったことは言ったして、心から感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。実はこの日、私は大きな決心を胸にライブに来ました。はい、ライブ後、本当に大好きで心から愛する人に告白しようと。手紙に書く言葉だけで伝えるというのはとっても難しいことだけど、誠心誠意伝えられる限りの思いを手紙に託しました。うんうん、住む国が違う、話す言葉が違うなど、いろんな違いがあればあるほど伝えるというのが難しい、はい、でも伝えることができないというこの壁を越えて、それでもチャンスをくれた神様に本当に感謝しています。そして私に勇気と感動をくれた 3B の皆さんに本当に心から感謝しています。その日の帰り道、非通知で電話がありました。どうして私はあの電話に出られなかったのか、気づけなかったのか、本当に本当に悔やみました。泣いても泣いても拭いきれない思いだけが残りました。1分20秒というこの時間、どこの誰だかわからない電話だけど、私はその彼からの電話だと信じています。絶対にその人からのはず、私は信じています。はい、真面目でしたよこれ。真面目だよ。すごい飛んだ飛んだ今ついたんだついたんだついたんだ。すっごいさ、たま読むのうまいな、やる気になれば読めるな。あ、そう、せっせっそうまく読む。せっかくかけてくれたのに。ん、あ、ほんと OKOKOK です。愛は一つの行動、この言葉を本当に身に染みて感じました。ライブでもとっても愛と涙アルバムバージョンをリクエストします。よろしくお願いします。なるほど、恋してますね。してますね。どう、たま。ん？羨ましいね。え、なんで？だってしてねえもん俺。あ、そっか。うん。そうじゃん。え、してる。してる。してるよ。うん、してる顔してるよね。してる、してる。誰？してる。ガスに？いや、あれじゃない。ガスにマサイド。いや、やだやだやだ。ちょっと長違いで。一回だって行くけど、二人でデートしてたじゃん。え、結構二人で。あのラクーアで。楽は遊園地で、懐かしい遊園地で2人でね、もうキャッ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 して、そう、あれで後楽園でさ、2人しか乗れないんだよね。2人しか乗れなくて、周り全員カップルなのに俺とタマさんが乗って2人でこうやって、上にしかもあの子供用のあの傘がウィーンって、2人しか乗れないから2人で乗ったらものすごいな。僕は全員カップルでイチャイチャしてて、うちは男2人だけで、で意外と面白くて笑っちゃった。そうそうそう、本当にもう懐かしいな。懐かしい。じゃあ、行きますか。そろそろ行きますか。はい。では、はい、いい時間になってきました。あ、本当だね、はい、大変いい時間になってきました。それでは、聞いてください。愛と涙、アルバムバージョン。